未来については、とても重要だと思っています。ただ、現在の方が重要だとも思っています。っていうのは、やっぱり今、明日、この現在が、未来へつながっていく、または未来を作っていくことだと思っているからです。ミシュラン二つ星レストランロジーの田原涼子です。ロジーはアジアンコンテンポラリーをコンセプトにしたレストランです。当然地元の食材は使うんですが、僕が目指しているところは世界中ので手に入る食材をアジアを表現していく。定期的にメニューを変えることでクリエイティブなことに常に挑戦する。例えば街の中を歩いていてある香りを嗅いだ時に料理のことを思いついたりとか、何かを地元の食材を食べている時に料理のことを考えたりとか、今やっていることは必ず未来に良くも悪くも結果として反映してくるっていうことは僕の人生において常に意識していることではあります。まあ、その瞬間瞬間、まあ、過去に起きた、その当時の考え方についても、今するこの決断は自分にとっては間違っていないっていう決断だったりとか、まあ、それが後に失敗したとしてもその時の自分を信じながら決断をしていく、後悔がないように今の自分の決断をしっかり持って自信を持って決断していくっていうことを今までしてきたからだと思います。